G1 菊花賞、2024年10月20日京都芝3000メートル、クラシック最終戦、菊花賞、は2番人気アーバンシック、オスさんイコール武井、が生死、G1 初制覇を飾った。アーバンシックは父、母エッジ、スタイル、母の父ハービンジャー、の決闘で通算7004勝。 起乗したルメールは JRAG12353 勝目。ずっといい感じだった。自信を持って乗った。冷静に走ってくれた。と胸を張った。竹石は同初勝利となった。下向き黒三角菊花賞イギリスのセントレジャーに半を取って、1938年に、京都農林賞商店4歳予備馬の名称で創設された。 出走は3歳のボバとヒンバに限られ、千馬は出走できない。クラシック3巻の最終戦。